最近我が出版社に送られる情報によると、謎の覆面をつけた怪しい男がゲーム会社に就職を希望している模様です。中身は普通の人で真面目に働くタイプらしいので、見かけたら雇用してみると良いでしょう。え、何それ、横山みどりってこと？え、ミスター X がいた？は？は？は？伸び幅がすごいとかそういうことこいつ。育成系？謎に包まれているが実力は確か。年俸700万なんか。来たか。いけるこいつ。教育してくか。金使ってこいつ育てよう。ん？いいんかこれ。なんかパチンコしてる方がお似合いやんな、正直。パチンコって何？どこ行く？あ、競馬？馬娘作れるやん。こいつにいろいろやらせよう。映画鑑賞して、まず感性を磨きなさい。マージャン？ぽいもん見つけてくんじゃねえよ。めっちゃぽい。スポーツ。あー、ジャンルとしてはいいんやけどね。じゃあ、ちょっと横山みどりに海外旅行行かして、卓球。お前海外行って思いつくことが卓球かよ。意味わからんわ。国内なら F1。 三重県来とる。旅行先選ぶところちょっと気使って三重県にしてやがる。海外で卓球やったから。消費データ30で、独創性は、誰が得意？緑とか言う、もうしょうもないこと言うな。本当に緑なん？これ上がんの？能力値は割とゴミやぞ。マジ？独創的ではあるか、確かに。ふざけんな。むかつくわ。ゴミだよ。いや、こういうのクソ切れる俺。無理。やめて。もう横山みどりのせいでむちゃくちゃなってんやで、こっちは。いや、怒るっていうかもう真剣やぞ、こっちは。最後の年なんやで。アルファ版。あれ？ガッデムって1回目？ 2 連続？外注か、それより。あ、2億かけて外注しよう。そうしよう。2億かけよう。2億かけるわ。いきます！ゲイリー・ケイムラ。